今日は8月の4日です。心拍のお手入れをしたいと思います。心拍は伸びているところ、枝のこの茶色いところから真ん中からビューと今度緑色になって新しく枝が伸び出しますので、そこをハサミとか指でつまんでもいいですけど、こう切って伸びを止めます。で、切り口が葉っぱの中に埋もれた方が、ここ切り口茶色くなっちゃうので葉に埋もれた方が見た目が良くなっていきます。まず伸びを止めて、こう残った葉でモコモコっと枝の棚ができるように、飛び出たとこだけをこう切って、この葉の長さ揃えていきます。こんな感じ。はい、ここ揃いましたので、次とりあえず長いとこ切って、それから枝丁寧に見ていきますね。ちょっと中の方枯れましたね。あれ、これトヤ？トヤってね、最初修行した時何のこと言ってんのか全然分かんなかった。独特すぎる単語ですよね。ね、トヤ。古い葉っぱ取りました。茶色い葉っぱ、針金を切るときは細い針金から枝先から切るようにします。これセリでさ、私も買うっつって菊和さんか、あ、名前言っちゃった、セリで買ったんですけど、はい、あんまりこの大きいやつ使わないのよね、私私もこの長いの欲しいと思って、はいっつって買ったんですけど届かないことよく考えたらない今あんまない。そんな使い込んで返品攻めちゃった返品ありなんですか？中古はちょっとここさ、挟むよね、ここ。気をつけてね、ここ肉挟むよね血まめできるよねできるよくできてた。見てなよくできてた。うお、怖。血まめできそう。ここを切りたいですよね。ここが隠れちゃってるから、この枝切らないと見えないもんね。あ、確かに邪魔くさいですね。とりあえずここで。これ切れないのか？これ切っていいのか？切りたいけど、切って平気だよな。よくなっちゃうけど、いきなり。そっちを表にするんだったら？でもこれがあるから、これが頑張れば。うん、こっちが裏だったら欲しいけど。うん。てか、まあそしたらもうそっちの方がいいか。マジ誰が作ったの？この前素人っぽい、わかんない。いや、タグってるから素人っていうよりは大きい方の人たちだと思うんだけど、うん、なんでこういうことしちゃうかな
いや、仕事じゃないの。素人じゃないよ。素人にして針金かけの、あの、うん、ピッチとか綺麗だったもん。曲げ方。うん。どうしようかね。これ切っとくか、とりあえず。バカな枝は面白いシャリになるよね。で、とりあえずはここら辺を枝が見えるように、うん、枝元から出ちゃってるところを減らしております。感覚ですね。そう、なんかいっぱい枝が密集してますんで、うん、いらないかな。ですけど、なんかここ見てよ、ほらタコみたいになっちゃってさ。しかしここから何本出てんのこれ。5本ぐらい出てますね。タコみたいになっちゃってでしょ。こっちもっとタコなわけ。これはね。これはね。これひどいでしょ。聞いたいね。元から取っていいんじゃないのそれ。ね。こっち取ってこっちだけでいいかね。とかね。でも内側がちょっとないんだよね。そして取ってみたらね。ね。それでそれ取ってみて、またね。ね。内側からも持ち上げてね。枝元が。取る予定だったんじゃないかな。なんか、枝増えたら取ろうみたいなさ。そう。枝なんじゃないの？そう。によっては。これ何分で終わらせる予定だったんですか、この作業。予定だったね。1時間ぐらい。まあ、姿は見えましたね。ちょっと、だいぶ透けてきて、だいぶ透けました。これ頭で、ほんでこのタコの枝を切って、こことここだけになっちゃう。伸びしてんだ、そうやってみるとね。そう、ここも間伸びしてるわけ。じゃあ両方切っちゃってスカスカなのか。そう、ここはね、ごっそりなくなるわけ。あ、で、まあ、ごっそりなくなって、こことここの2本ではいけると思うんですけど、なんか、まあ、ここら辺がちょっと寂しいかなと思うとは思いますね、裏の枝。それ切っちゃっていいんじゃないの？どこ？これですか？うん、じゃあとりあえず切るね。切りますね。いいよ。いいよ。長めに切っといてね。ここで切って、この元の枝と枝でできるかはちょっと、あの、うん、様子見でどうでしょう。うん、本当にこれとこれとこれだけでいければ、これはどっちにも、まあ、使えれば使うしぐらいに、うん、になればええのではとは思うんですけど、どうすかね。うんうん、切っちゃいますか。はい、じゃあとりあえずこれ切ります。なんか元気を出しておくれ。これいいよね、切って。人だな。人にしましょうか。良くなるかな。ここもね、ここももったいないかもね。これで、ここが頑張ってくれれば。では、枝を抜いたところで、今日の作業を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。